はい。占い師のゆりかです。占い師のための無料講座、ブログや動画で、えー、公開しておりますで。今日はですね、占い師、セラピストのためのプロフィールやサービス文章、モニターさんなどの募集文章などの書き方についてテンプレートがございますので、えー、そちらについてお話ししていきたいと思います。皆さん、占いなどを学ばれて、 で、モニターを募集したいなとか、ここならで出品したいなでも何て書いたらいいかわからないっていうことがあると思いますので、今日はそのヒントをですね、お話ししていけたらと思います。こういった動画もございますので、合わせてご覧いただければと思います。はい。では、テンプレート、その1ですね、えー。こんなお悩みはありませんかという書き出しです。例えばよく見ると思うんですけど、こんな悩み、悩みはありませんか 恋人がいない。恋愛が不器用だ。自分と会う人に出会いたい。いつも恋愛がうまくいかない。で、こんな方々のための、まあ、占いですとか、こんな方の力になれます、占いです。みたいな感じで書き出すわけですね。そうすると、あれこれ自分のこと、あ、こういうことが解決できるのというふうに興味、あの、興味をですね、関心を引くことができますので、こういった書き出し文章で書いてみるといいと思います。よくある。 感じでこんんなお悩みありませんかダイエットどうしても続きませんよねとか最新の送信マシンに興味がありますよねみたいなね食べながら楽して痩せたいそんなあなたにこの新しいエステ機器はどうですかとか、まあ、いろんな業界でも応用してまあこう使われているコピーライティングなんですけど、まあ、これを占いで使ってみるとですね、まあ、例えば今恋愛で困ってる30代 をターゲットにした占いを売りたいって言った場合には、ですね、まあ、例えばそろそろ結婚を考えている、恋愛が不器用だとか、えー、なんだろう出会いがないとか、ですね、まあ、そんな方々の力になります、占い鑑定ですみたいなふうに書いてあげると良いでしょう。はい、テンプレート2番目いきます。 実は私もそうでした。ですね。はい。これはですね、お客様の悩みに、まあ、ちょっと共感するような形で、ビフォーアフターのストーリーを書くことです。という、どういうことなのかと言いますと、実は私も恋愛不器用でした。 と勘違い、思い込み、素直に彼に気持ちを伝えるのも下手だし、もうどうしようもない状態でした。でも、ですね占いっていうものを理解すると、相手の気質、な相手の考えていること、あなたの気持ちとか、あの人の価値観っていうのが分かるので、とっても恋愛がスムーズにいくようになったんですよ。彼の気持ちに寄り添えるように、コミュニケーション上手に取れるようになりました。なので、まあ、こういったあの私でも変わったので、 今度はあなたの番ですよ。占いを使って恋愛を成就したり、いい人と出会ったり、まあ、あの相性のいい人と結婚したり、まあ、そういった幸せなストーリーをですね、描きませんか一緒に頑張りませんかというような話を、まあ、書いてあげると、まあ、人間っていうのは共感が欲しい生き物です。実際に同じ悩みを解決した人が、まあ、一緒に頑張ろうって言ってくれるんだったらですね、一緒に、まあ、教えてもらいたいとか、通いたいって思うものなので、 ま、自分のですね変化、昔はこうだったけど、でも今こうなった。例えばですね、えーとまあ、なんだろう、ネガティブに陥りやすかったんだけど、今ではそういうセッションとかあの、ノウハウとか、占いとか、セラピーとか、ヒーリングとかを学んで、今ではこういう自分になりましたで。そこまでの過程はすごく大変だったけど、乗り越えてきた経験があるから、今同じように困っているお客さんのことも。 サポートできますだから私と一緒に頑張りませんかみたいな風に書くことですね。これはもうビフォーアフターをはっきり書くことによって共感が生まれるのでぜひ使ってみてください。実は私もそうでしたですね。まあ、お客さんが悩んでそうなことで書くと良いでしょう。はい。まあ実は私も恋愛不器用でした。実は私もネガティブに陥ることがすごく多かったんです。とか。実は私もそうですね 適職につけなくて、まあ、仕事で全然稼げない毎日でしたとかでも占いをすることによって占いに出会って、まあ、人生が劇的に変化したんですとかで今すごく幸せに暮らしてますとか自分の潜在意識をコントロールしたりとか感情をコントロールできるようになったりとか適職につくようになったりとかいい人に出会えるようになったりとかすごく変わりましただから同じように困っている人たちの、えー、お役に立ちたいサポートさせてほしい っっってててていいいいうようよな文章ですねちょっと頑張って書いてみてくださいはい、じゃあテンプレートその3です。その人の未来の姿、まあ、占いを受けた後の効果っていうのを見せてあげましょう。まあ、例えば、ですねその人の未来の姿ですね。もし相性のいい人と価値観が合う幸せな結婚ができたら、もうちょっととってもハッピーだと思いませんかとか、まあ、もし自分の適色が分かったら楽に稼げると思いませんかとか、何々になったら嬉しいよね。 そういうことがあったらいいよねっていう話を、まあ、未来の姿をですね、えっ、ー、と見せてあげると、あいいなあ、ちょっと買ってみようかなというようなあの効果がありますので、こういう文章も載せてみるといいと思います。例えば、まあもしあの人の気持ちが覗けたらどんなにいいと思いませんかとか、まあもし、えー、そうですね、運気っていうものがあってコントロールできるものだとしたら学んでみたいと思いませんかとか。 まあもしヒーリングっていうものがあって自分で使えるようになったらどんなにいいかと思いませんかとかそんな感じですかね、まあ、そういうふうに書いてみてください、はい、ではテンプレートその4マンバルするだけで解決はい例えば私のセッション7日間受けるだけでネガティブ思考体質改善潜在意識改革今あるお悩みがすべて解決しますよすべ、まあ、てとか言っちゃうと大変なので、まあ、今あるお,、ね、お悩みがかい,いい方向に向かいますよとか まあ,あとはですねこのサービスでは待ってるだけで、えー、相性の良い結構相手が見つかりますとか、まあ、例えばこのメルマガを1週間読むだけで片手間の副業月10万円が稼げるようなスキルが身につきますとか、まあ、例えば占いで言うと私の占いを受けるだけで一生分の運気が分かって人生のコントロールが可能になりますとか。 何々するだけっていう手軽さとあと簡単そうな感じがとても受けると思いますので、まあ、例えば毎日この言霊とか祝詞とか響くキーワードを唱えるだけで、えー、気持ちが楽になりますよとか毎日このお守りブレスレットをつけるだけで恋愛運がアップしますよとか。 そうですねあとは毎日私とヒーリングを受けるだけただ眠りながら受けるだけで縁結びの効果がありますよとか、まあ、そういう感じのちょっと手お手軽ですよみたいな感じを出せると購買意欲につながるしお申し込みにつながると思います、はい、ではテンプレートその後ミッションを話すですねこれは自分 占い師側のミッションを伝えるとですねとてもそれに感動してくれたりとかしてですねお申し込みが増えるというものなんですけど例えば「私は世の中に相性のいい幸せなカップルを増やしていきたいです」。 そしたらこの世の、まあ、世界とか、まあ、日本の未来もまあもっともっと明るくなるんじゃないかなと思って今この仕事をしています誇りに思ってもっともっと頑張っていきたいなと思ってやってますとか、まあ、そうするとあこの人すごくいい活動をしてるんだなということであじゃあ申し込んであげようかなとかって応援してくれる見方が増えますね私稼ぎたいからこの仕事してもっともっとお金が欲しいからないしやってますっていうよりもやっぱりちょっと大義名分あのいた,だいたお金の10%はかわいそうなワンちゃん 猫ちゃんとか、まあ、そういうことに寄付しているので、まあ、もっともっと稼いであのワンちゃん猫ちゃんを助けてあげたいんですとかでもいいですし。 まあだろうもっともっと世の中に幸せな女性バリバリ働く女性を増やしたいと思ってあの3 4 0代の女性働く女性を応援してますとかですねそういうようなちょっと大義名分なんでこの仕事をしているのかどういう人たちにもっともっとより幸せになってそれが未来にどんどん続いていくといいなと思っているのかっていうことですねあのまあ幸せなカップルや夫婦が増えたら幸せな家庭まあか子供も おそらく幸せでしょうし、まあ、またその子どもももっと幸せになっていくこの世界がどんどん良くなっていくとかっていう、まあ、あの長い未来遠い未来のこともですね堂々と語って大丈夫なので、まあ、そういう使命ミッションを持って今自分はこの活動をしているというふうに伝えるとですね共感を生みますのでこういうテンプレートも使ってみると、まあ、たくさん応募。 申しし込みが来るででょううとということです、はい、今日は5つご紹介していきましたけどでもいっぱい本当はあるんですねもっともっとたくさん、あのー、お客様の申し込みを増やすテクニックみたいなのがありますので、まあ、ぜひぜひあのもらいに来てくださいねということでレッスンやっております。ストア化だとあの3000円で あの簡単な、まあ、占い師になる講座みたいなのもやってますし、マンツーマンだと、こういうふうにワンデー完結で占い師の起業や副業をプロデュースしたり、まあ、皆さんの、えー、プロフィール書いたり、えー、商品文書書いたり、募集文書書いたり、募集場所を教えたりとか、いろいろお手伝いさせていただいておりますので、ぜひぜひ来ていただけたらと思いいまますすはい、ではででこれで終わりりにしますありがとうございます。